4歳と0歳の男児がいる主婦36歳です。金銭感覚の緩い親の元で育ち、20代の頃はお金の失敗ばかりしてきました。奨学金返済があるのに新車をローン購入、ネットワークビジネスに手を出す、クレジットカード使い込みでブラックリスト入り、借金は自力で完済し、運よく金銭感覚がしっかりした夫と結婚できて、毎年300万ほど貯金できてますが、もし自分が男だったら人生積んでたなと思います。なので我が子に勉強以上に子供への金融教育をしっかりと行いたいです。どのようにお金の教育をしていくべきでしょうか。僕、かなりそのお金に厳しい方だと思うんですけど、多分その僕よりお金に厳しいというかケチな人って僕自分自身あんまり見たことないんですよね。本当にお金がなくてお金に厳しい人っていうのは全然いるんですけど、ある程度金銭的に持っていながら缶ジュース買うかどうかを迷うやつって、まあ僕迷いもしないで買わないんですけど、っていうのは多分僕以外に見たことないんですよ。似たような感覚で、あ、この人似てるかもって今まで思ったのがカズレーザーさんくらいなんですよね。あの人もなんかその、なんかのテレビでなんかお金もらって買い物してきてくださいって言われて、中野の漫だらけかなんかに行って、プラモデルを買うのすげえ悩んでるっていうのがあって、お前のその悩む時間働けばもうプラモデル買えるぞとか僕は思ったんですけど、っていうぐらいお金使わない人なんですよ。で、まあ僕も瞬殺で買わないって決めるだけなんで、まあ金銭感覚的には一緒だと思うんですけど、基本的には僕全くお金使わないんですよ。で、なんでそれがそうなったかっていうと、お金がない状態で育ったんですよね。家にはお金があるんですけど、お小遣いという概念がうちなくて、普通に他の子がお小遣いもらって買い食いとかしてる時も僕お金も持ってなかったので、お金がない状態が当たり前だったんですよ。小学生時代とか中学生とかって買い食いってしたことないんですよね。そこでお金がない状態でどう暮らすかっていうのができてたので、なので別にお金なくても大丈夫だよねっていうのでずっと育っちゃったので、そのお金使わなくても何の問題もないよねっていう。ゲーセンとかよく行ってたんですけど、ゲーセンに行って友達にゲーム代出させてたんですよね。正確に言うと、一人用のゲームを出させたことはないんですけど、ゲーセンに行くと二人用のゲームってあるじゃないですか。で、二人用でやった方が面白いよねと。友達と一緒に行ってるから、じゃあこれ面白そうじゃないって言うと、その友達が二人分出してくれるんですよ。っていうのが当たり前だよねっていう感じでやってたんで、僕ゲーセン好きだったんですよね。はい。お金がない状態で暮らすっていうスキルが手に入れられてしまったので、なのでお金を使わなくても暮らせるのになんで使うのっていうまま大きくなっちゃったんですよ。ただ、それぐらいだったらタクシー乗ればみたいなことよく言われるんですけど、お金を使うこと自体がもうあまり好きではないんですよね。これが教育だったわけないです。うちの姉は普通に金使ってたと思います。なので、単純に僕の性格の問題なんじゃないかなと思いますけど。ただ、本当にお金がない状態で友人関係が、まあ僕はたまたま友達と全然仲良くできてたんですけど、お金がないと友達と一緒に仲良くできないじゃん。だから最低限払わないといけないよねっていう論も、まあそうなのかなと思うんですけど、お金なくても結構みんな優しいもんだと思うんですけど、そういうもんでもないんですかね。大学とかでもお金ないよっていうんだったら、じゃあ飲み会とかで、じゃあいいよもうお前出さなくてとかで、一人当たりじゃあ俺プラス500円出すわとか、俺800円出すわとかで、結構お金のない人に対してはお金をみんなが出してなんとかするみたいなのって結構あったりするんですよ。たかるというわけではないんですけど、まあなんとかなるよねっていう、何でもアドバイスになってないかもしれないですけど、はい。そういう感じで暮らしてしまったので、もしそれが伝わるのであれば、そんな方がいいんじゃないかなと思います。カズレーザーさんとひろゆきさんは通ずるものを勝手に感じているので、ぜひ対談してほしいです。3年前ぐらいに、なんかのテレビの特番で、カズレーザーさんと、橋本さんと、女性の方と、あと、三輪明宏さんとお話をするっていう機会がありましたよ。はい。